はい、お晩でございます、佐渡伊藤酒店、晩酌151へ晩酌151へ、今夜も佐渡ヶ島相川からお送りします。佐渡の相川からお送りします。151へです。はい、今日は日曜日なもんで惣菜部休みです。母ちゃんが作っとる惣菜は休みなもんですから、夕飯は残りも、その辺にある残りもちょこちょこっと食うて終わりまして、風呂入って今上がって11時半過ぎ、みんなが寝静まった頃、一人静かに晩酌151へやっております。今日は、関のどぶろく関本レギュラー、関の関本をやっております。どぶろくです。ちょっと色がピンク色だねって、なんつうんだろうな、赤っぽいんですけども、これは平成25年のやつでして、もう3年ぐらい寝かせてあるドブロクになります。まあアルコール15度を全然感じん、まろやかな感じで非常に飲みやすいの、まあちょっと今今日は冷やでやっとるわけですが、151への絵は餌は今日は、こんな感じで、もカマンベールチーズ、カマンベールチーズを食いながら、似たような色の白いのに白い酒でやっております。口の中で、よう噛んで、舌で伸ばして、一緒に流し込む、なかなか鼻に抜ける香りが微妙です。やっぱりいいな、チーズとどぶろく、カマンベールチーズにどぶろく、いいじゃないですか。伊藤酒店晩酌151へ、今日は佐渡の関本、どぶろく関本と、カマンベールチーズやってみました。第何回なんだろう、30何回の晩酌151へでした。